さんこんにちは。今日はですね、今日はというか今回ですね、数学雑談ということで、ちょっと数学にまつわるいろいろなことを、自分が思ったことを喋っていきたいなと思います。いや、数学の投稿しんどいですね、本当に。もう50本ほど実は、大したものじゃないんですけど投稿してるんですけれども、もう間違いありまくりですね。こうやって説明しながら書いてると、なんか正しいことを言ってるようであっても、後で振り返ってみると、根本的な間違いをしていたりしてますね。でもこれしょうがないかなと思っても、放っておいてるというか、気づいたら直したりとかね、完璧に致命的なのは直そうかなというふうには思ってるんですけれども、もう数学の動画を投稿するっていうことになれば、私自身の能力で言えばもう間違い勘違いは不可避ということに なるなということが、改めて実感してるわけですね。そんな根本的じゃなくても細かいところがやっぱ気になっちゃうんですよね。やっぱり数学ってやっぱり厳密性が売りじゃないですかね。だからもうちょっとなんか完璧にしたいとか、そんなことも考えちゃうともう本当にたまらなくなってしまうんですけれども、でもね、間違いやっぱり訂正するっていうことが、数学のやってるものの使命でもあるのかなと思うので、もし何か間違いとかあったら皆さんコメント欄に投稿していただければ、直していきたいなと思います。自分でもね、気づいたもの、致命的じゃないものはもういいかなと思いますけれど、気づいたら直していきたいかなっていうふうに思っている感じですね。はい。で、そうですね、今日はきっちり10分間喋ろうかな。なんかやっぱり投稿してるとね、長くなってしまうんですよね。だいたい2ページぐらい、バナ・ハタルスキの、パラドックス、この本の照明をさっき、若干というか一番最初の、投稿したんですけど、この本の内容はですね、この本の内容の近辺的なことの説明は何回かしてるんですけれども、2ページぐらい進むかなと思ったら1ページが限界でしたね。やっぱりそれいろいろ説明しすぎちゃうっていうのもあると思うんですけど、ただ説明しすぎてその動画が丁寧になってるかどうかっていうのはちょっと、不安もあるので、この後調べてみたいなと思います。さあ、あと7分ぐらいちょっと喋ろうかな。そうですね、ちょっと前ですけど、ベクトルって高校で習うじゃないですか。高校の数学で習いますよね。私の時は2年生で、高校2年の、高校2年の時の数学で習ったんですけど、平面と空間のベクトルを習いましたと。で、実は今度の新課程で、このベクトルが、通常の、超進学校とかを除けば、3年の、特にだから3年で習う、数学だから理系じゃないと取れない、3年の取れないっていうか、取らないですよ普通ね。3年の理系のところに、くら替えされるそうですね。これは林修の初耳学で文部省を批判してる時に、東進ゼミナルでしたっけ、林修さんが仕事している予備校の同僚の数学の講師の方が言ってられたんですけども、ベクトルが3年の理系で習うっていうのはどういうことだね、だから今まではだから普通の高校であれば誰もが、だから2年生の数学っていうのは理系文系問わずに、まだ3年生だから本格的に分かれてないから、誰でも習っていた教科であったのに、こうなっちゃうと、理系でその数学とか そういうものを選択するということをしない人にはベクトルっていうのは習わなくなっちゃうんだ。それはすごく大きな損失に、つながるんじゃないかっていうことを話されてましたね。でそれと並行してですね、行列っていうものがなくなるわけですね。で2行2列行列
ていうのをだからそれまでね XYZ だみたいなのをやってて、A と B は B と A じゃないよ、一般には B と A じゃないよみたいなことも習ってたし、 A の逆行列なんていうのも習ってたわけですよね。まあ、だからこれはだから、こうでしたっけ、こういうことをだからもう、次の進化程では行列っていうのは習わなくなっちゃう、うん、で行列がなくなって、しかもベクトルっていうのが2年生から3年生の、特に理系を選択しない人にとっては現れ、ま、あの学ばないような、教科に、教科って科目、うん、科目じゃないなどね、あの数学の中での、科目になってしまうっていうことを嘆いてられましたね。文部省の役人たちはなんてことを考えてるんだ。確かにこれをかん、でそれ何が入るかって言ったらば、統計とか資料とかそういうものが入るらしいんですね。よりだからまあ実生活に即すっていうことをまあ売りにはするんだろうけど、こういうものが犠牲になってしまうと。でやっぱり行列がなくなるってちょっと痛いなって思います。まあベクトルもそうなんですけども、ベクトルもなくなるっていうのもそうなんですけど、こういうだからなんていうかな、純数学的なもの、純粋に数学的なものだから、あの大人になって将来に社会に出た時に役に立たないと思われてるものがなくなるっていうのは結構痛いなというふうに今思ってますね。それはなぜかって言ったら、バナッハ・タルスキのパラドックス、例えば大人になって、まあ大人にならなくても高校生とかね中学生とかでも、なんて不思議な定理なんだろうと思った時に、そのイメージをする時に、イメージっていうか、まあイメージもそうなんだけども、照明のイメージ、照明をイメージするときに行列って絶対必要なんですよ。要は今日もその動画を投稿したんだけども、回転を表すものっていうのは、行列で表されるわけですよね。まあ ABCDEF 空間だから3次元だから ABCDEFGHI こういうような形の行列を作用させる、させて、弦が三次元空間の弦が回転してるっていうようなイメージを作るわけですね。まあ三行三列これはだから空間、三次元ゆっくりと空間の、行列で、これはまあ平面ですね。二行二列は平面だけれども、この2行2列の行列をやっていくことによって、これっていうのはイメージしやすいじゃないですか。だからこれからだから進化点によって、行列というものがなくなるっていうことは、まあ線形代数を学ぶ上でも、そのイメージできるような具体物が学ぶ機会がなくなってしまうわけですよね。そうするとやっぱりバナッハ・タルスキの定理学びたいっていうふうになった時に、これは結局回転行列のお話ですよってなった時に、回転行列って何なんだろうなというところを一から学ばなくちゃいけないわけですね。でも行列っていうものを習っていたならば、あ、なるほど、2行2列っていうものを 3行3列に、2行2列の行列をもとに3行3列の行列をイメージすればいいんだなっていうことで容易にわかると思うんですよね。だからそういう、なんでしょうかね、これは確かに抽象的な、だから実社会においてはまあベクトルとか行列とか必要ないものではあるんですけれども、じゃあその社会に出てからね、まあ実生活は使わないけども、じゃあ、今まで習ってきた数学っていうものをもうちょっと深めてみたいなと思った時の、イメージの損失につながってしまうなということで、やっぱり中学高校で習うものを実学中心に、資料とか統計とかも大事かもしれないけど、それの煽りでこういう純数学的な、純理論的なものが、純理論的なものの基礎になる概念っていうものをなくしたり、理系だけしか勉強できなくなるっていうのはやっぱり大きな損失なんだなっていうことを今実感してますね。はい、まあこんな感じで、まあ取り留めのないことを10分間喋らせていただきました。ありがとうございました。